私からローマ教皇にお伝えしたのは、これは貞子の鶴のレプリカで、日本の広島からお持ちしました。平和の象徴です。核兵器はいらない。平和を望んでいる。とお伝えしました。教皇からは、ありがとう、ありがとうと何度もおっしゃられて、たくさんの献上品がある中で、貞子の鶴だけは大切にお持ちになりました。最後に私の手を取っていただき、ありがとうと最後に言っていただきました。